演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラメスでモスカフェドルチェグストが来てくれましたので、こちらにモスカフェドルチェグストを使って、はい、どうも、こちらのおうちスタバを楽しみたいと思います。で、あれ、お前この前ネスカフェバリスタ来なかったかっていう思われる方多分いらっしゃると思います。はい、その通りなんです。先日来たばっかりなんですよね。実は先日のバリスタもそうなんですけど、このネスレも自分で買ったわけではなくて、あ、ネスレ同時期、このグストも自分で買ったわけではなくて、前のバリスタの方はちょっとね、企業さんからの、まあ、ネスレさんじゃないですよ、ただのプレゼント企画ですよ。そして今回は地元のスーパーのプレゼント企画で当たったものなんです。どうもありがとうございます。というわけで本当にありがたく使わせていただきますね。せっかくこういうのも買ってきておろし、これがついてるわけじゃないですからね。では早速入れていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、入れるのに集中しすぎてカメラを回すのをやらかし、倍数やらかし、でも美味しそうなコーヒーが出来上がってますね。あ、ここ開いてますけど開けとかないといけないんで、まあまだ入れるってことなんですけどね。それでは入れ終わりました。濃くて美味しそうですね。さすがスターバックスのコーヒー。では飲んでみます。やっぱりさすが専門店の味だけはありますね。もちろん専門店自体で飲む分には劣るんでしょうけど、それでもお手軽に楽しめるというのは嬉しいものです。と言いますか、ブラックのキレがすごく心地よくてすっきりとした味わいでしたね。甘さは控えめで、いや甘さはないですね、ブラックコーヒーです。苦味はしっかり効いてて大人の味わいになりました。はい、次はこちらマキアート入れていきたいと思います。で、これもこういう風になって入れ終わりました。ではちょっと混ぜてみました。こんな感じになります。これドージマロールです、ね、落ち着いて食べるとこんなに美味しいものだったんですね。焦って食べたから美味しくなかったわけじゃないですよ。こちらのパンとなんて言ったらいいんだろう、ケーキ2種類 を食べていきながら飲んでいきたいと思います。これこの焼き印でわかるかもしれませんが、お店その今回プレゼントしてくれたスーパーのオリジナル商品なんですね。あ、焼き印はないですけどこのケーキもそうですよ。なので今回はそのプレゼントしていただいた恩返しも兼ねて一度食べていきたいと思います。美味しそうですね。ではまずはこちら、これ何なのかな、確かアンパン2種類とジャムとクリームがあるんですよね。ではこちらは粒あんですか。ではいただきます。わ、思ったよりずっしりと来ていて結構重みがありますね。それだけ中身たっぷりってことですね。美味しいです。これも結構ずっしりきますね。こういうのいいですよね、満足感があって。うわ、危ない危ない、クリームがこういうのちょっと注意が欲しいなーって、それは贅沢か。でもやっぱり美味しいな。これもホイップたっぷりだな、だけどちょっとクリーム多い、でも美味しいですね。はい、ラストはこちらのキャラメルマキアート。こちらもラテがうまい感じに上にふわふわになってますね。これはバリスタではできない技ですね。まあバリスタでもあの白いブライトと粉をしても可能なのかもしれませんが、で、はい、混ぜてみました。それでは飲んでみます。味はあれなんですけど、何かもっと違うもの、やっぱりあれが一番かな。このラテマキアートの感想を言うのを忘れています。ラテマキアートはやっぱりちょっとミルク感があって通常のコーヒーとはやや違いますからね。ちょっと甘めというかそういう味わいがありました。なのでカフェオーレとか好きな方にはおすすめできますね。そしてこちらのキャラメルマキアートは
家庭で作れられるものとは思えないほどキャラメルがしっかり甘さがあって、本当にキャラメルの風味が口の中に入れた瞬間に広がっていましたね。ミルクなのでちょっとまろやかさもあって美味しかったです。で、それらを踏まえた上で、今、もう最後にもう一杯分だけ入れる容量のお水があったので、最後に入れました。その最後に入れたものが私の今回の一番のお気に入りです。その最後に入れたのは、やちょっと見えにくいですけど、こちら、ブラックコーヒーです。ちょっとずらした方が良かったかな。やっぱり他2つだと美味しいんですけど、ちょっと途中でカプセルを入れ替えなければならないので、ちょっとそれが手間かなって思ってしまったんですよね。ちょっと気楽に飲みたいなって思った時にはやっぱりすぐに入れられるこれがいいかなと思いました。なのでその点からこちらに来ました。味はどれも美味しかったですね。というわけでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。あとの2つはこれかな、もちろん微妙とかそういう意味ではないんですけどね。で、それらを踏まえた上で今回お世話になったこのスーパーのパンですが、2種類の粒あんとこしあんのあんパンは中にたっぷりとホイップクリームが入っていて、そのホイップと見事な相性でとっても美味しかったです。外側の生地はちょっともちりしていました。カスタードクリームのパンはちょっと外側が薄かったかな。ちょっとクリームが出てきてしまったのがうわちょっと食べづらいなって思ってしまったのは残念でした。クリームは濃厚めで美味しかったのですが、最後に食べたジャムパンもしっかりちょっと外側に歯ごたえがありましたね。で、そこにイチゴジャムの酸味があってよかったのですが、もうちょっとイチゴジャム多くてもいいかなと思いました。どれにもホイップが入っていたのでホイップへの自信のほどが伺えますね。どんだけ入れるんだろう。しばらくホイップクリーム食べなくてもいいかな。まあホイップクリームだけで食べるってことはないんですけどね。そして2種類のチーズケーキとショコラケーキはどちらも濃厚で、しっかりとチーズの酸にチョコレートの甘みが口の中に広がってきましたね。いわゆるベイクド系でちょっとねっとりとした感じがありました。これらも美味しかったというわけで、パンの方は、カスタードクリームのいちごジャムがこちらの点数、2種類の粒あんがこちらの点数、ケーキの方は2種類ともこちらの点数とさせていただきました。今一瞬減らしたろうって思われてたかもしれませんが、というわけでこれからもドルチェミストを使っていろいろ楽しんでいきたいと思います。こちらの方がバリエーションですかね。でも気楽に使えるのはバリスタかな。ちょっと手入れとかは面倒な部分がありますので、あとでやらないとな。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分永遠。